え今日はこの私たちの健康はですね少し本質にまかなり深くこの入るつもりなわけですが、ま遺伝子と医師とえこれはあまあ血圧議論のま最も根本に横たわっている問題なんですね。しかも現在の医療というものが一体何を目指してんのかという非常に大きな問題を、まあ 考えななけけければいけないわけですねしかもこの問題っていうのは我々の人生我々の健康に非常に大きく関係するわけですから、まあ、この際医師会もお医者さんも厚生労働省もですねこの問題をかなり深刻に真正面から取り上げた議論をですねしてほしいというふうに願っております。えー、実はは血圧議論の根本は何かと言いますとですでね 我々の体の体中にある遺伝子この遺伝子っていうのは今までの38億年の生物の歴史5億5,000万年間の多細胞生物の歴史を全部背負ってですねまあ簡単に言うとベストな生物ベストな生物と選んできた最終的な現在の知,知見といいますかですね知識がですね我々の遺伝子に詰まってるわけですね。 でこの遺伝子は我々の細胞の一つ一つに存在して我々のが胎児の時からですねお母さんと細かいことが毎日あるわけですがそれをどうやり取りしていくかそれで生まれてからも一つ一つ成長していきますね赤ちゃんの成長っていうのを見ていくと本当によく設計され,た設計されて少し,少しずつこう赤ちゃんが成長していく様子が分かります。 小学校中学校高等学校と経てやがて成、えー、年になり結婚し子供を産みというふうに進んでいくわけですね。まあ私胎児の時ですね、えー、お腹の中にいる赤ちゃんっていうのはお母さんから見れば半分は異物ですね。お父さんからの肉体とお母さんからの肉体が半分半分あるわけですから普通は。 そのお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんというのは異物異なるものとして排斥するべきなのに排斥しないんですよね、えー、免疫系があるのに排斥しないまあこの問題難しい問題でちょっとピンとこないかもしれませんが人間は体に入ってきた異物は拒否反応を示すんですねですからお父さんの遺伝子が半分入った、えー、自分の子供っていうのはお母さんにとってもらう 異物なんですけどね、外から入ってきたものなんですが、それでも拒否しないという非常に複雑な免疫系を持ってるわけですね。で、だん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 筋肉とかそういうものが年とともに少しずつ変化していく。骨も変化していきます。皮膚も変化していくわけですね。皮膚も面白いんですね。え、だんだん時代がた年代が経てば、え、新しい皮膚を作っていくわけですから。ですから新しい皮膚を作るのにいつも赤ちゃんの皮膚を作っていけるのに。 少ししし年齢に沿った皮膚かか出していかないなん例えばもっと簡単なものでは、えー、ペンダコっついうのがありますね指にできるペンダコ。あれはこうアポ、まあ、トーシスの一つなんですけれども自分で死んでいくわけですが毎日毎日ペンを持ってるとそれを毎日毎日修復するっていうのは難しいんで一旦細胞を殺して硬くしタコの状態にしてそして でペンをあの強く持ってもいいようにしてでしばらくペンを持たないとその硬くなった死んだ細胞が脱離してまた柔らかい新しい細胞になる、まあ、こういった細かい系統も全部ですね我々の遺伝子が、まあ、DNA がですねまあ設計したものなんですね。それで人生を豊かに幸福に最善の状態で生きていくというふうにできてるわけですね。 それは本当に生命の神秘であり私なんかは私たちの貧弱な科学サイエンスがですね到底お呼びもつかないものであるという感じがいたします、えーまあ。医学の最先端の人もまだまだ人体のいろいろなことが未解決であるということをよくご存知であると思うんでですねそういうい中血血圧の変化血圧のの変変化化はですね。 だいいた歳ぐらでまあ大いたい百今でいう130ぐらいなんですが上の血圧がですね徐々に上がってきまして50歳ぐらいになると140これ平均値ですから平均値の問題もう一回扱いますけれども、まあ、ここでは平均値で話をして14060歳になると15070歳で16080歳で170にまあなるわけですね。 これはやっぱり遺伝子が決めてることなんですよえー、っと血管が少しずつ硬くなってきますこれは皮膚に、えー、シワが寄ったりですね皮膚が少し硬くなったり赤ちゃんの皮膚と違いますよね60歳の人の皮膚は赤ちゃんの人と違います、えー、それやらいろいろやらですね骨も変化していきます骨も毎日交番していって古いカルシウムが流れ新しいカルシウムで骨を作っていくわけですね まあ腎臓機能も変わってだまら、まあ、そういういい中でで血管も硬くくなっていくわけですね。それはあのどういう生活をしてるかえ果物を多く食べてるか脂っぽいものを食べてるかえお塩が取り方だかどうかということは関係なくですねまあそれは関係なくっていうのは数値としては関係あるんですが体の反応としてはベストな血流を保つための圧力と 血管が破れる危険性の最もいい状態で血圧が保たれているわけですね。それが百六十とか百七十という血圧で、八十歳以上の人が血圧百八十の方が、えー、死亡率確率が低いというのはまさにその通りで、えー、人間の体の D N A の設計っていうのは我々自身自分自身が最も健康で長生きできるように。 血圧が設定されているわけです。それが年齢プラス九十丸四十歳以上で特に年齢プラス九十であって、五十歳の人は百四十、六十歳百五十、七十歳百六十、八十歳百七十というのが、いわば我々の遺伝子が考えた血圧なんですよ。これに対してまあ高血圧学会が百三十以下がいいと言ってる理由ですね。これはもちろん 血圧の病気だけ考えればそれはそうかもしれませんが、しかし、私たちの遺伝子が決めている血圧に対して、現在の血圧の知識がそれを上回ってるかどうかということなんですね。これはこの頃よくあの議論になりますし、インフルエンザウイルスにも直接的に関係があ、インフルエンザのワクチンにも直接関係あるんですが、免疫系っていうのは我々に備わってて免疫系で、え。ー 我々は病気を防いでるわけですが、まあ、最近の治療方針なんか見ますとね、ステロイド剤なんか使ってですね、免疫系を抑制するというまあ正反対の治療方針を持っているお医者さんがまあ八割ぐらいいるんじゃないかとまあいうふうに思うわけですね。この問題は血圧の問題と同じように医師がですね、症状を抑えるために病気を治すんじゃなくて 症状を抑えるためにステレル剤を作り使い徐々に、えー、免疫系を弱くしてそして病気にかからせもう一回儲けてるとも言えないことないんですよ。つまりですね血圧の議論の根本それからステラル剤使用っていうか免疫系の根本それから最近ではがんの治療の根本こういう人たちこういうですね現在の医師が採用している 治療方針というのは、まあ、私たちの医学の知識治療の知識がですね私たちの遺伝子の判断レベルを超えているという仮定をしているんですが本当に超えているかというとですねですから現代社会に合わない現代社会が人間としての生活を逸脱している部分とかかつてペストとかこれらをやっつけたように 非常にライオンのような凶暴なものが襲いかかってくる場合であるとかですねそういうのを別にしますと、まあ、現在の何を食べたら健康とかお塩を控えたらいいとか油を控えたらいいとかサラサラサラだっていうのはですね私は全部遺伝子よりか俺たちの方が上だという錯覚にとらわれて、えー、我々をですねより不健康な状態 より短命なな状態に陥れているののが現在の医療なんじゃないか。この不信感が非常に大きくてまだ正しいのでインフルエンザワクチンなんかに対する反撃が非常に強かったということに結びついてるんじゃないか特にこの血圧の設定の問題については遺伝子が決めている血圧に大きく反することをやってるんではないかということに対してまあ血圧関係のお医者さんが 非常に真摯に疑問に答えていただけることを期待しております。